今日はスライド丸のこのブレードの交換をしようと思いました。ここのシャフトネジの交換のためにちょっと横着をしまして、インパクトを使いました。見事にシャフトネジが折れました。まずこのシャフトネジを抜く方法としては、このような細切りで芯を出して抜く。その後に このプラスビットを叩き込んで回すという方法がありますが、これは大変、センターを失敗すると中のメネジを傷めてしまいます。それでこれ折れたネジです。ベビーサンダーの刃が消耗した小さなものを使い、まあ、こんな状態で折れてました。折れてましたじゃないですね。折れてしまいました。この刃がそうですね、ほぼ70ミリぐらいに使い込んだ刃を使い、こんな角度でここをマイナスのドライバーの入るように切り込みを入れました。それでなんとか抜くことに逆ネジです、あら、落としちゃいました。
マイナスドライバーの溝を掘りました。それで脱出に成功です。それで、逆ネジ、逆ネジ M6 を買ってきました。インパコットを使ったのは大失敗です。こういうことですね。これで抜くようにしましょう。この逆ネジを買いに行った時にこんな便利なものも一緒に購入しました。まだ使ってませんが、電池、ここかな。あ、大丈夫ですね。電池、このテーブル、スライド丸のこの下は、ここ、ゴミ箱になってます。今、ドライバーを落としてしまいましたので、よいしょ。まあちょっと便利なアイテムです。さて次は
ブレード外しにインパクトは使わないでください。